昔ベンジャーズとかビートルズとかいろいろ流行ってる頃、チェックメイスというバンドがありました。その頃僕はちょうど大学受験に失敗しまして、浪人という非常に寂しい身でありました。でチェックメイスのメンバー、いわゆる星田とか三木春がちょうど僕と一つ違いで高校3年生、いよいよ大学だ、来年は。僕は親切心で何とかして僕の二の舞を踏ませたくない、注意しに行きました。注意しに行ったら、僕は何しろあの伊藤ゆかりとか中尾美恵とかそういう音楽しか知らなかったもんですから、とてももうエレキの音を聞いてもうしびれ切っちゃいました。ああこいつらは才能があんなと、素晴らしい、きっとスパイダーズより上手いんだろうとこう思いました。僕は早速マネージャーを買って出ました。よし俺がマネージャーやった、ちょうどエプスタインとビートルズの関係です。ところが売り込みに行っても全然仕事がない、しょうがなくて自分で主催しちゃいまして、鈴木博光主催のパーティーを開きまして、そこでモップスのチェックメイツからモップスとね名前を変えて第1回目の人の前で演奏しました。メンバーはすっかり喜びまして、もう感極まるという感じでして、その頃ちょうどもうボーカルグループ、いわゆる歌い手のいないグループはダメだという、そういう時代がやってきて、なんとか歌詞を見つけなくちゃいけない、なかなかいないもんで、その時ちょうど僕がエリック・バートンとアニマルズという朝日の当たるというレコードがたまたまうちに転がってたんで、それを何回も何回も聞いて覚えてました。その時僕は練習場でねこの歌を歌うと、みんながいい声してると、すっかり陶酔しましてその気になりました。There is a house in New Orleans. They call the lads inside. It built the Louis for many a boy and girl. I know I'm one.そして月日は経つのは遅いもんで、マネージャー兼ボーカル、楽器運び大変でございました。これは仕事をしなくちゃいけないって言うんで、新宿にある中川三郎ディスコテックというところにオーディションを受けに行きました。そしたらテンプターズってグループが出てね、めちゃめちゃかっこいい男が真ん中で歌ってまして、顔を見ただけで歌う気がなくなりまして、僕はあれが今の証券です。まあいいやつんで受けましたが、そこのマネージャーが見る目がなくて一発で落っこちまして、悔しい、本当に頭へ来ました。また1ヶ月ぐらい猛練習をして、もちろん勉強なんかは全然しない。それでオーディションを受けに行って、その時に一番安いランクで1500円、5人、5回ステージ、1ステージ35分、1人35分60円、これはきつかった。しかしでも一生懸命やってました。そんな頃巷ではグループサウンズというのが流行ってまして、大変でした。やってるうちに今度はディスコテックのマネージャーが、お前たちの評判がいいからスパイダーズにいたマネージャー奥田義行っていうのが見に来る、もしかしたらスカウトされるかも分かんない、失神になりまして、得意な曲7曲をずらりと並べてステージを用意してた、見に来たらすぐやる用意をしてね、
したらたまたまついてなくて、いつも若いやつでいっぱいのディスコテックに年寄りが一人入ってきました。ああ、これがマネージャーだと、早速その演奏をやっちゃって全部ね。これで後でマネージャーのとこ行って、その店のマネージャーのとこ行って、ねえ、どうだった評判は、でまだ来てねえよって、誰あれ、お客だよ。これで僕は本当にもうエネルギーを全部使い切っちゃいました。その後に来たのが奥田義行というマネージャーでございます。もう一品死ぬ気になって同じステージを2回続けてやっちゃいました。そしたらマネージャーがね、見る目のある方でございました。お前らルックスとスタイルは悪いけど、なかなかいいからやってみないよ、もうこうならこっちのもんでございます。そうか、大学は行ってるし、ね、プロで歌う歌う、女にはモテるし、給料2万1000くれるって、かあ大金だなと思いまして、よしやっちゃえ。そして僕ら初めてレコーディングをしたわけです。これが僕らはもうレコーディング、今最近年取ってますから、今日のコンサートの頭でもなんか声が震えて今にも泣きそうな感じですが、当時は僕が20歳、北野太郎が16歳、これは抜群でございまして、若さで勝負するやつでちっとも怖くない、もう楽しいレコーディングで乗りに乗ってやりました。その結果このデビュー曲は売れに売れた。諦め、親が諦めてすぐやめろと言うんで、そう言ってもいっぺんこの道に入っちゃうとやめられない。お袋は泣く、親父は布団だけ持って出てけって言うし、近所で評判が悪くなっちゃう。小日向大町でお坊ちゃんとやれた僕が裏玄関から入るようになっちゃって、これは最悪。そんなことしてるうちに、待てば回廊の日よりあり、ニューロックの時代が来た。日比谷の野外で内田裕也主催、今日裕也さん来てますか、お世話になりました、いろいろお世話になりました、招待状言ってるはずなんですが、裕也さんね、巡り合って、お前ら最高いいからケツから2番目にやれって、最後は裕也さんがやっぱりやってましたけど、楽しかった。してるうちに日本にいろんなロックバンドがやってきて、ピンクフロイドだとかその他いろんなのが来た。グランドファンクレールドとかやってきて、後楽園で3万5千人ぐらい入れてやる、モップスもやってくれ、モップスグランドファンク夢の共演、早い話が前座だったんだけども、その時は練習してる時にね、音合わせつのがあって、別に野球場でも大したことない二塁ベース上のステージで練習をしてるときは別にどうつくことなかったんだけど、これが一塁のダッグアウトからステージに行く、モップスって障害があったからね、行くときにチラッと後ろを見たら3万5千人がみんな僕を見てんで、どうやって歩いていいか分かんなくなっちゃって、本当に漏らしそうになっちゃった。あの時は一番危なかった。まあいい時も悪い時もあるもんね。それから日本語のロックを歌ったり、コマーシャルに出てね、大スターになったり、大スターになるとあとは残された道は引退なんで、まあそれもいいんじゃないかと、いいじゃないか、いいじゃないかという感じで諦めた。おい、
じゃないか、いいじゃないか、あ、いいじゃないか、いいじゃないか。街は二重騒ぎ、街は踊り跳ねて、街は走り回り燃えてゆく。あ、いいじゃないか、いいじゃないか、あ、いいじゃないか、いいじゃないか、あ、いいじゃないか、いいじゃないか、あ、いいじゃないか、いいじゃないか。ございません。皆さんこうやって見てあーっていう感じですので、手拍子をお願いします。僕の指示に従って1回も2回も全員手拍子。お腹の大きい方は無理しないで結構でございます。力強い。それでは今度は男性休んで女性手拍子。ちょっと湿っておりますが、体質上仕方ないでしょう。少ないですね、今日は。それでは今度は今日の朝立ったやつだけ手拍子。元気ないね。もうダメなの？そこの茶色く来た人もうダメなの？朝も食べない。あそこが食べていいんだよ。それでは私は美人だと思う人、美人だと思う人だけ手拍子をどうぞ。冗談はやめてください。はい、それでは1回もできない方も、男の方も女の方も若い方も年取った方も全員で手拍子。あ、いいじゃないか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 、
いじゃないか、あいいじゃないか、いいじゃないか、あいいじゃないか、いいじゃないか、あいいじゃないか、いいじゃないか。心の行き場を探すだけ。